ばんは。こんばんは。ハッピーホワイトデー。ホワイトデー仕様になってる。こんばんは。画質悪い。本当に悲しい。なんでだろう。たまに画質悪くなっちゃうんだよね。最悪。なんでだろう。こんばんは。今日はホワイトデーです。え？しょっちゅう泊まってるんだって。なんで？悲しい。ホワイトデーというのにせっかく。どうしてだろう。ショールームの調子が悪いの。そうなの。悲しい。 Wi-Fi はつなげてないです。だから Wi-Fi ではないと思うんですよ。てか Wi-Fi じゃないだけど、まあいっか、とりあえずできてるから。でもね、ラグとかができそう。結構止まってる。最悪。まあ、気にせずにやります。気にせずにいきたいと思います。ますます。お返しもらってません。お返しはそもそもでも人にあげてないのでもらえませんね。でね、今日ね、今ちょっと外に出てたんですけど、お家に帰ってきて、帰ってくるまでの間にやっぱ男の人が花束持って帰ってたりとか、あのお菓子みたいな袋を持って帰ってたりとかしてて、うわいいな、素敵だなって思って、で私もあ、まあ自分になんかさ、そういうの見るとさ食べたくなっちゃうからさ、自分もと思ってケーキ屋さんに行ったんです、さっき。そしたらもうほとんど売り切れてて、全然なかったのでやめました。画質悪いみたい。画質悪いの？本当に
悲しい。え？カクカクしてるって悲しい。なんで？でも私の携帯がおかしいんだと思う。多分。Wi-Fi どう？良くなった？良くなりましたか？良くなったかな？ちょっと分かんないけど。どう？あんま変わってない。本当にやだ。なんで？なんでこんなおかしくなっちゃったの？誰か直し方教えてください。あ、でも良くなったって。良くなったとの情報も。ショールームのサーバーが調子悪いのかな。行かないで。ボロい携帯使ってる？ボロくはないと思う。ボロいっていうか壊れてはないと思う。やめとこうかな。じゃあ今日はループしてる。もう終わりやん、それ。やめよう今日は。バイバーイみんな。バイバーイ、ありがとうございました。今日は接続が悪いらしいので私は帰ります。